はい、それでは続きやっていきます。今回でね、グレタ陛下の代は終わりになるはずなので、まあ、彼女の最後のご公務をですね、じっくりとお楽しみいただけたらと思います。でですね、いろいろと変わってまして、見てください、この見切りの数。短冊切りはどうでもいいんですけど、このね、グランドスラムと骨砕き、これ結構でかいですね。グランドスラムはね、ダンターグが使ってくるんですよ。これは非常に大きいですね。で、ちょっとね、いろいろ、この骨砕きの見切りを得るのにですね、かなり手間取ったので、なんとですね、現在敵のレベルがですね、ほぼマックスに近い状態まで上がってしまってますね。なので、見てください。LP が8になってる。これは何かっていうとですね、虫系の最強の雑魚敵であるカイザーアント先生というのがいるんですが、この人がですね、死神の鎌っていう技を私に仕掛けてきたせいで LP が1減ってます。非常にうざい。ただですね、死神の鎌自体は使用頻度が低いですし、カイザーアント先生の技術点が非常にあれなんですよね。高いんですよ。3000ぐらい。スフィンクスが、1300ぐらいだったんで、ほぼ倍以上ありますね。それ考えたら、カイザーアント先生ね、本当に稼ぎには超最適。ソードバリアとミサイルガードがあったら、ほぼ、カイザーアント先生の技はね、防げるので、あれほど稼ぎに適した敵はなかなかいないですね。で、今回は武装小戦団のイベントなんですが、その前に、ちょっとやることをやっておきます。お金が貯まったし、術のレベルも十分になったので、合成術を作っておきます。妖精光という技なん、術なんですが、これ素早さが高くなるんで、これはとっても大事。最終決戦でもこの術は使わせていただく予定になってます。素早さが上がると何がいいかっていうと、まず攻撃に対する回避率が上がるっていうのと、あと、体術の威力が上がるんですよ。で、最終決戦では私は体術で頑張ろうって思っているので、素早さが上がる妖精光は非常に大事というか必須ですね。なので、そろそろ体術も鍛えないといけないので、そうですね、グレタ陛下から次の陛下に行くまでの間に格闘家をちょっと皇帝にして、体術の技をいくつか覚えさせようかなってちょっと思ってますね。はい。で、今回の目的地はこのモーベルム。ここに来た理由はこの武装小戦団ですね。こいつらが今、ロンギット海という、言ったら、運河要塞の跡地みたいなところですね。そこをですね、牛耳ってるんですよ。こいつらがね。これが武装小戦団ですね。話しかけれるかな？ほら、モーベルムは俺たちの持ちだ！って、なんかこう、ほざいてます。はい。こんなね、ほざいてる奴らは、とっとと締めてあげたいところなんですが、ここも面白いんですよね。いらっしゃいませって言ったらね、そっちのやめときなって言うんですよ。面白いでしょ。この二人なんかね、兄弟なんですけど、すげえ仲が悪いらしいんですよね。まあ、ただ大したもん売ってないんで、まあ、どっちからも買いません。で、この武装小戦団の、イベントなんですが、やり方はいろいろあるんですけど、基本的には、このモーベルムの街から、武装小戦団の本拠地にヌオノという町があるんですが、そこに乗り込んで話をつけるっていうのが基本的な流れですね。ただ、そこに至る過程によっては、いろいろ、なんですかね、帝国にとって不利益が生じたりするので、さあどうしようって話ですね。で、ここでね、こんな感じで話しかけたりもできるんですが、あれなんですよ。
は、この、ヌオノの、まあ、武装小戦団の本拠地ヌオノに行くにはですね、陸路から行くパターンと、海から行くパターンと二つあるんですが、残念ながらグレタ陛下だと、陸路から行くルートが使えないんですね。なので、海から行かざるを得ないです。というわけで、海から行こうと思います。ここですね。これが武装小戦か。って言って、いきなり乗り込むんですけど、やっちゃダメです、そんなことって思いながら。で、ここに船長がいます。この人に話しかけます。早く出港しねえかな。あ、こいつじゃなかったか。船長どこだっけ？うちょ、すぐに邪魔だ。この人じゃなかったっけ？それかあれかな、まだ、あれなのか、もうちょっと話を聞かないといけない、ちょっと早まったかな。例えばこの人に話しかける。話なんだ。そっちに行くんじゃねえ。こんなとこで何やってるの、怪しいわね。てめえには関係ないだろ。出てけよ。私が誰だか分かってないよね。なんなんだよ。なんか一人どんくさいのがいたな。逃げ遅れたやつがいたけど、まあいいや。これでなんかイベント進むかな。海から行くしかないんですけど、海から行くにはこの船をね、無理やり奪う必要があります。誰に話しかけたらいいんだっけ？オッコかな？どこだ？こいつかな？皇帝陛下が何の用で？あ、この人、これだ。すいません。ちょっとね、手間取りました。この人に話しかけて、まあ、いろいろあるんですが、グレタ陛下だと協力しろを選ぶと、ちょっとね、帝国にとって不利益になるので、支配下に入る。やれるもんならやってみーって言ってくるので、やってやるぜ。はい、はっきり言って雑魚のはずなので、とっとと殺す。さすがに乱れ節月間で耐えれないだろう。うん。はい。技術点100とか。はい。で、これで、船内にいた武装小船団の皆さんがみんないなくなって、で、これで、この、小船を奪うことができるので、一旦セーブしとこうかな。で、これで、出港だ！出港だって。面白いな。出港だって言って勝手に船を奪ってね、行っちゃうわけですよ。まあ、陸路から行くルートは、まあ、グレタ陛下使えないんですけど、この海から行く方がですね、うまくすれば戦闘回数がゼロで行けるんですよね。はい、これがね、迷路水路と言います。で、今、もう早速、三つに分かれてますけど、道が。実は、一つだけ、敵が全くいない正解のルートがあります。まあ、正解っていうか、どのルート通っても行けるんですけど、敵が全くいないルートがあるので、ここでもう一回セーブをしておいて、敵が行ったらリセットでやり直せばいいのかなって私は思ってるんですが、どうだ？お、当たりですね。おー、怖っ。いや、もう動き出してるやん。せーの、ドン。お。ドン。いいね。これ、どうだろう。よっ。おー、なんかいる。こっちか。こうかな？おー、なんか来てる。
追いかけてきた。あ、これもう来たんじゃないか。お、こんな感じで迷路水路はルートが、ただ正解のルートさえ選べれば、お、マジっけー、嘘だー。ちょっと待った。ちょっと待った。ミスティックはまずい。うっそ。びっくりしたー。焦った、マジで。はい、ここがヌオのですね。一旦セーブしとくか。まさかこんなにスムーズに抜けれるとは思ってませんでした。で、武装商船団のボスに、これから会いに行きます。邪魔だな。お前邪魔だぞ。ぶちのめされたくなかったら、とっとと出ていくがいい。はい、ここに、はい、この人ですね。武装商船団のボス、エンリケさんです。はい、この人に話しかけます。さすがは帝国だな。歯が立たん。降伏して帝国の配下になろう。はい、これね、降伏を許さんってやると、武装商船団はなくなっちゃいます。なくなっちゃうっていうか、まあ、しばらくしたら復活するんですけどね。まあ、ここは降伏を認めてあげた方が得ですね。帝国にはかなわねえな。帝国武装商船団として再出発だ。はい。ちょっと予定よりだいぶ早く攻略しちゃったな。これで武装商船団問題が終わって、ここ領土になります。で、これで多分グレタ陛下の代が終わる。うん。248年、だいぶ経っちゃったね。だいぶ時間余ってるんで、ちょっと別の、ちょっと他の皇帝さんを選んで、そうだな。ちょうどいいな。この人にして、体術の技を覚えたい。やるぞ。はい、でですね、まず領土が確か十分になってるはずだから、今のうちにやっておきたいことがある。うん、これインペリアルガードっていう新しい、まあ、帝国の精鋭部隊を作ろうって話ですね。で、これは30万グラクラウンなんで、このぐらいは楽勝ですね。作っておきましょう。はい、もう一回セーブしとこうか。で、さすが格闘家、武道着だけとは。全部倉庫にあるのかな。で、まあこの人で行くわけではないので、ただね、今武装商船団帝国の支配下に入れましたけど、多分ね、すぐ独立されちゃうんですよね。クロースヘルムとハルモニアの鎧かな。とりあえずこんだけ持っときゃいいか。うん、で武器も一応持っておこう。クロースクレイモアにアンブラーロッド、どうしようかな。グリムリーパーいるよ。んで、あれ、スプラッシャー、で、あれ、幻獣剣は？幻獣剣がねえぞ。あ、持ってんのかな？持ってるってことか。あ、あるわけだね。まあ、幻獣剣は多分使わないけどね。スプラッシャーとグリムリーパーがあれば十分かな。で、一応ここにこうしておこうか。本当はあんまりこういう重い装備はしてはいけないんですけどね。で、コークスクリューなんかある。やったね。はい。この辺の見切りは全部持っているはず。
まあパンチだけでいいか、とりあえずね。グランドスラムと骨砕きも多分登録されてるよな。確認しよう。あ、そうそう、不動金縛りいるわ。技を覚えさせに行くんだったら。グランドスラムと骨砕き、あるある、よしよし。じゃあ、この見切りは封印しても OK だな。キックはいらない。あ、不動金縛りか。うん、これはいるわ。というわけで、この辺は、サインは一応持っとこう。とりあえずこれで一旦セーブをしてだね。HP848 か。そっか。まあ、養成校もうできてるんだけど、とりあえずこれでいいや。ではですね、まあ、どこで技を覚えさせるかっていうことですね。こっちの魔女の祠。ここに虫がいるんですね。ほら。これこれ。こいつなんだよ。お前だよ。こいつじゃない。戦いたいのはこいつじゃない。あ、こいつなんだけど、どうしようかな。先制されちゃうよな。まあ、いっか。一旦霧隠れすれば。痛い痛い痛い。耐えるか？ギリギリやな。危なかった。おー、危ねえ。非常に危なかったですね。ソードバリア先にしとこうか。スウォームは大丈夫だよね。うん。で、ミサイルガードすれば完璧なんですけど、まず月光しとかないかな。最初にお話ししたこのカイザーンズ先輩、ソードバリアとミサイルガードでほぼ全ての攻撃をシャットアウトできます。あと怖いのは踏みつけと死神の鎌ですね。まあ、死神の鎌は、LP が減るだけなんで、基本的にこの一人旅に関して言ったら別にどうでもいいっちゃいいですね。なので怖いのは踏みつけなんですが、踏みつけもね、実は見切っておきたい技の一つなので、できればここで見切りて。うん、まあ、麻痺させなくてもいいんだけどね。これで、技をなんか、覚えさせたい。こいつね、虫系最強なんですけど、非常に情けないことにね、状態異常に対する耐性が一切ないんで、即死も効くし、麻痺も効くし、スタンも効くっていう、ね、非常に悲しい虫ですね。うん。なんかな、意外と、もうちょっとさっくり技を覚えてくれると思ったのに。あー、来た。危ねえ。うん。死神の鎌怖いんですよね。意外と、お、来た来た来た。おー、これ、これね、欲しかった。一番欲しかったよ、これ。マシンガンジャブはね、あれなんですよ。千手観音につながる技なんで。ただ、この、カイザーアントでは千手観音覚えられないんで、よかったよかった。もう、正直これでいいや。もう、これ覚えたら、いいや。どうしよう。殺しましょうか。殺しましょうか。このままだと殺せないんで、どうしようかな。うん。退却しよう。で、一旦殺そう。
うん。どうしようか。まあ、なんかやるのはやる。まあいいや。体力、どうしようか。意外とやることがない。弓でも撃っとく。おー、ストーンシャワー。うん。うまいこと死んでくれたな。